はいどうも、ムラヤンです。本日も神戸スイーツ、こちらの方のご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくお店なんですけれども、グルービーベーカーズ、こちらの方なんですけども、元町駅の、商店街を抜けてちょっと降りたところで、そのまままっすぐ降りると、ポートタワー、ポートタワーとの商店街ちょうど間ぐらいあるところにある店なんですけれども、とてもね、可愛らしいお店で美味しいお店なんで、紹介したいと思います。まずご紹介させていただくケーキなんですけれども、こちらキャロットケーキ、お店の方に、どのケーキが人気ですかって聞くと、キャロットケーキがとても人気ありますよということなんで、まず買ってみようと思いまして、こちら のお店なんですけれども、特色としてはメインの人焼き菓子かなって、スコーンもありましたし、それ以外のもう季節によってきっとそのフルーツ、いろんなフルーツを使った焼き菓子がメインになってまして、生ケーキというのは焼き菓子を推してるんだろうなと。どれ食べてもね、何回か行って食べてるんですけども、どれも美味しいと。でお持たせで他の人にもあげると、評判もいいんで、これはぜひ紹介しておかないといけないなと思いまして、言うよりもどんなもんか食べて紹介した方がいいと思うんで、コーヒーで食べたいと思います。それではどうやって食べますか。カップケーキみたいな感じになります。こんな形。それでは早速いただきます。硬いのかなと思ったら柔らかいですね。柔らかい。よいしょ。うわあ、綺麗に取れなくてすみません。こんな形、ですね。いただきます。すごい甘さも控えめで、とっても美味しいです。これ中に入ってるのがキャロットなのかな。上はなんだ、クルミなのかな。ナッツクリーム、クルミかな。美味しい美味しい。こういう形でね、しっかりしてますね。美味しい。こちらのお店はこういう可愛らしいものから、すごいそのぎっしりナッツが詰まってる焼き菓子とか、もう一つ買ってきてるのがこれスコーンなんですけども、こちらの方もおすすめで、顔とこうスコーンとケーキを分けていただけるよ。いしょ。しっかり固めるこういう形のスコーン、これはプレーンスコーンなんですけども、それ以外のね、チーズが練り込まれたスコーンとかもありまして、お好みでね、食べていただいたらいいと思うんですけども、結構私が買うときはプレーンスコーンはプレーンを買って、それに、バターであったりとかホイップとか、つけてもいい、ジャムとかねつけてもいいしって、そのままちょっとちぎってね食べることも多いんですけども、本当に
コーヒーとか、まあ、こういったスコーンですよね、紅茶とかそういったものも合うとは思うんですけれども、まあ、そういうの何をつけて食べるかっていうのはいろんな自由が利くんで、あのスコーンを買うときはプレーンにしております。まあ、皆さんもね、あの自分の好きなものをつけていただいてもいいしと、まあ、チーズが入っているやつでもそのまま食べても美味しいですし、ちょっとね温めても美味しいですし、いろんな食べ方があると思うんでね、あの自分の好みでいろいろ試していただけたらなと思います。今回は本当にこの焼き菓子をあのメインとしたお店になっておりますので、元町ね、あの神戸の元町に来られた際には、あ、こういった店があったなと、今ちょっと月火の休みなのかな、またあの曜日休みの曜日とか変わっちゃうかもしれないんで、その辺はホームページとか見ていただいたらいいと思うんですけども、とても美味しいあのケーキ屋さんなので、ぜひ楽しみに行ってください。それでは今回は以上になります。